はいどうも、とのまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけでこちらコメントでコースリクエストをいただきました。 P スイッチを踏んではいけないコース、実況者向け第2弾、前と比べてめちゃくちゃ難しいです。さあ、なんか難しいらしいですけれども、あ、でも中間があるね。中間があるのはすごい優しさを感じますねっていう。まあ、ここら辺は慎重にやっていけば大丈夫。ここ小ジャンで抜けちゃえば大丈夫で、ここ下抜け、ここちょっと地味に踏んじゃうリスクがあるね。そしてファイヤーバブルもちょっと見とかないと、これ普通にやられるな。ここら辺でも行っちゃおう。あれ踏んだ？はいはい、オッケー。この感じで抜けちゃって、これはここはどうするんだ。オンオフ切り、あ、切り替えないとドッスンが反応したらやられちゃうみたいなこと。 P 踏まれて、でも行けるとこなくね。あれ一回押してみていい？ここ、ドッスン倒しちゃダメだった？多分これ反応させてここで止めるんじゃない？そしたら道が開かれて、これでいけるようになってる？いや、なってないな。いけないな、これ。あ、いや、そのちくわを利用したらいける。あ、そういうことか。オッケーオッケー。じゃあ、ここで待っといたらちくわが降ってくるので、そのちくわを足場にして、こうやって上に行くんだ。なるほど、そういうことね。ちょっと理解するのに時間がかかりましたけれども、ここのオンオフスイッチは変えた方がいいってこと？別にどっちでもいいよ。これ下潜ればいいんじゃね？そうだね、下から潜ってヘディングでちょっとどかしとけば、そんなにここは苦ではないかなというで、ここ取っちゃって。まあ、こういうところが地味にそうやられ要素なんだよね。はい、オッケー、ここしっかり、ここを超えちゃって、オッケー、ここさえ飛び越したら大中間でございまして、さあ、中間がもらえるとね、だいぶ心に、穏やかな気持ちが。ちょっと待って、これ下手に鍵取らん方がいいか。そう、こういうの一回鍵全部集めちゃうと、次やられたら消えちゃうから、確実になんかクリアテイクにできそうな時だけ鍵取ろうか。いや、てかあれか。この鍵を取って帰るんだ。で、スタートのところにあった鍵ドアに行くんだ。そういうことか。じゃあ、どの道あんま変わらんか。はい。はい。オッケー。ここにこう抜けちゃって帰っていきましょうねという、そういうお話でございますね。さあ、ここからだからスタートのところのあそこの鍵ドアまで、もう一回今度は中間取る前にピンクコインを全部集めちゃったから0枚からのスタートになってるから、こっからもう一回ピンクコインを集め直しつつ帰っていけばいいという話なんで、まあ、逆に言えば最初の時は別にピンクコイン集めんでもよかったということかな。これはどうしたらいけるのかというと、反応させてこの辺で切り替えて P を押させないようにしてここで倒しちゃう。これで OK かなと。で、なんかどっかトゲあったよね。あ、P があるんか。これで、ここのファイヤーバブルも地味に嫌だね。ちょっと待ってよ。はい。あ、ミスった！はい、はい。OK、勢いで割と抜けちゃえば、ちょっと待って、今踏みそうだった。危なかった。これ一回 P が上に行ったあたりで、ひょんと飛び越しちゃって、ここの P を、P じゃない、ピンクコイン取って、さすがにもう、ミスらんでしょうと、OK。さあ、鍵ドアに入ることができまして、これでワンチャンゴールの可能性ある？これ踏んじゃいけないの？踏まずにいけるか。でも、あ、いけるな。左押しっぱでうまいこといけるようになってるわ。オッケーオッケー。というわけで、これでゴールでございましてと。というわけで、コース ID ありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。ん？なんかこれおかしくないか？ん？いや、具体的に何がとは言えないんだけど、あ、でも一番下にキノピオ映ってるし、いや、キノピオ映せないはずなんだよ。これなんだ？このコース。特になんかゴール条件があるとかじ、ちょっと待ってください。おかしなことになってますね。なんかいろいろと。レーンが途中で切れてるし、雲に乗ってるワンワンが雲に乗ってんのになんか普通に飛び跳ねてきてるのもまあおかしいです。まあおかしいですね。なるほど。そういうコースね。なるほど。OK。まあまあまあいいでしょう。はい。やってみましょう。一応今のところなんかクリア者もいないっちゃいなかったからね。あれ？こっちからじゃないってこと？行くの？倒せるのは倒せるよね。この土管は？この土管。この土管に入れるわけでもないんだ。じゃあどうやったら進めるんだこれ。あ、もしかしたらここ行ける？いや、行けないな。ん？なんだこれ？どこも行けんくね？うわ、ここ行けるんかい。なんでここ行けるんだよ。まあよくわかんないですけども、とりあえず先進んでまいりましょう。ドア入ってまいりましょう。ん？なんか変なことになってる。これどうしたらいい？とりあえず、鍵を取りに集めに行ったら OK？ ちょっと待って、クッパファイヤー飛んでくんの厄介だね。ちょっと待ってよ。おっと、足場がついに消えちゃった。あ、時間制限あるんだ。おー、やっと1枚取れた。これ普通に難しい。普通にむずいよ、これ取るの。オッケー、さあ、鍵を集めることに成功しまして、これ結構地味に難しかったですけどもね。で、どうなってる？自分は今どこにいるってこと？これ。何？これどういうこと？なんか中間取ってた。なんか変なところ始まった。ロイ戦？どういうこと？どうなってんの？うわー、な、わかんないわ。怖い、重力がおかしくなってる。
何だったんだ一体。さっきの中間取ってたんだ。中間取ったことに全然気づかなかった。何ですか一体。ここにおるんかい。ほんで今はで、これ倒せる。これファイヤークラ、ん、何これ、どういうこと。これ雲消えたら、雲消えないね。雲チカチカしてるけど消えないんだ。このうわ、ここはほんならどうしたらいいんだろうかという感じもするけど、多分この甲羅でここ開けたらいいのかな。あー、ここに行けばいい。ここファイヤー普通に、これは当たるよね。さすがにこれは普通に当たると思うので。え、なんかあった、ちょっと待って。ここなんか、あー、いや普通に当たっただけか。なんか頭に、なんか頭上に何かがあるような感じがしたけど、ここ乗れるってこと。うわー、危な、危なかったけど大丈夫で。あのブラックパックン、なんだあのブラックパックン、すげえ厄介な気するな。ちょっと待ってよ、一回ここら辺で耐えといて。あれ、でもブラックパックンが出てこなくなったね。出てこないならまあいける。まあここは普通に下に降りたら大丈夫なのかな。すごいバグコースだね。はいはい、オッケー。ああここはオッケーだね、普通にこれで。でなんかよくわかんないとか鉄球が落ちてきてますけど、まあこれでゴールはゴールなんかな。オッケーオッケーどこに連れて行かれてんのこれ、どういう状況。キノピオがすごい左に持っていかれて GG、 すげえすごいコース来たなこれ超超超激ムズ鬼スピードラン2、真の上級者向け、実況者向け317分の0。なんかとんでもなく難しそうなコースな感じですけど、110秒という時間設定は絶妙な感じでございますけれども、まあまあまあ、でも今のところねクリア者も出てないので、まあ難しいのは難しいんだろうねっていう感じはしますけれども、これは減速したから届かんかと思ったら意外と届いたぐらい、ちょっと時間には余裕。ここ普通に走っていけば間に合う、間に合ったよ、 OK。 間に合うスクリーンになっておりましたので、普通に道なりに進んでいきます。これさすがに入っちゃいけない隙間とかそんなこっちゃないよね。まあただ正直ここまでで言うと別にそんな難しいギミックは今のところ特に何もないですけれどもね。まあただクリア者は一応出てないのは出てないんで、油断するわけにはまあいかんだろうなと思うんですけど、最終鍵を取って帰ってきてみたいな話っぽいですね。これで2周目に入る感じなの？あれ？ここのブロックが復活してる？あれ？あそこのブロックが復活してんのおかしくない？一回壊したらああいうのって復活しないよね。もしかしたらなんか違うところに連れて行かれてる？ここのブロックとかもそうだよ。ここもなんかオンオフ切り替わってる？ここ、え？あ、ほら、ピンコインがあるってことは、同じ作りの空間が2個あるんだ。そういうことか。で、今、こう、表面の方、表面っていうか、最初のルート来ました。で、ここの鍵ドアに入れますよっていう、そういうお話かな？で、一回、ここで裏面を経由するも5秒しかないのに、5秒し、あー、で、もう一個の方の、こっちの空間のこの鍵ドアに入れるんだ。で、この鍵ドアには、もう一回裏面？いや、1秒しかない、1秒しかない。え？もう行けるとこない。もう行けるとこねえわ。じゃあ、ここ？なんかそこ壁あったね。いや、多分これは普通にあれだ。ゴールが隠されてるわ、あの辺に。だからちょっとそこを散策するべきですね。ここさ、頑張ればメット別に普通に被ってもいけるよね。ちょっと一回被って、このガリガリの裏が圧倒的に怪しいよね。ボム兵が出てき、あ、ボム兵が出てきたってことは、オッケーオッケー。これを持っていって、そしたら多分ボム兵が出てくるんじゃね？オッケー、出てきて、これ勝手に歩かせてもちょうどいいぐらいのところで、あ、オッケー、爆破してくれたわ。